ハロー YouTube. えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、さっき、あの、Twitter のトレンドで見たんですけど、鳥取かなえっ、ー、と、自主退学と万引きについて、ちょっと話しできればなと思います。えっ、ー、と、まあ、あの、なんか、生徒側の方が、あの、少し多かったということなんですけど、あの、まあ、なんか、 アスリートでもね、なんかいましたよね。マラソンの女子の選手で、日本代表かなんか、世界選手権出た人かな。万引きで、まあたいああいうのって、まあちょっとね、心の病とかストレス発散って言われてるんですけど、僕もあの、ちょっと学生時代ちょっとデパートでバイトしてまして、あの、<laughs> 土日と祭日だけ、 えっとで万引きあのデパートでスポーツ売り場だったんですけど結構万引きの場所見つけてさまあ、様々でしたねあの結構裕福なあの <laughs> 議員さんの奥さんとか市会議員かな奥さんだったりまあもちろんなんか平あの若い子もいたんですけど、まあ、みんななんか こう様々で、年齢も性別のね。<laughs> まあ、あの、子供の場合は特になんかやっぱりそれなりの理由があって万引きしているかなと思いますね。あの、今まで僕も生徒で万引きした生徒とお話もしたことあるんですけど、まあ、それは別に、あの、経済的にね、困難ではなく、<laughs> 結構裕福だったりの過程でも、なんか、 万引きしたりするんで、なんかやっぱりなんか、親子関係がうまくいってないのかな、なんかね、理由があるのかなと思って。<laughs> で、えー、っと、まあ、あの、大学に関しても多分学校や地域差によってすごい格差があると思うんですよ。私立だと、やっぱりちょっと多少、 揉み消すというか、そういうのが事例としてあると学校の評判も下がるので、<laughs> なので、効率でも、まあいろいろあると思います、きっと。なんかなかったことにするとか、そういうのが結構日本では多いので、あの、違 <laughs> いにね、なんか、すっこう事例で言えないとこもあるんですよね、あの、まあ、 食いじれがあると、なんか万引きしていいのか、みたいなのもなっちゃうことになっちゃいますよね。あの、自主退学させられて。ね、あの、もう、学校なんて結構選べるので、もう、もはや、あの、N 高等学校とかね、あの、通信制や、 あの退院制の学校へ行くことは別に恥じることでもないし確かサッカーの香川選,選手なんかもね通信制だったり結構アスリートでも通信制退院制のあるので、まあ、今僕の部活サイトは、まあ、割とあの退院制通信制の学校もあるんですけど数校ねまああのなんかね学校が嫌になったりしたらまあこれ保護者も見てるかもしれない。 あまりにもね、もう学校がやれば転校すべきだと思いますし、あの無理してね、えっ、ー、と、先日の,あの日大のナンバー先生ともお話し,しましたが、小学校、中学校、高校はもう普通に6月から授業あるようなので、えー、それまた苦しんでるようだったら、人間関係であの全然転校するっていうのは <laughs> いいと思います。あの僕も実は あの通信制や単位制通信制の学校で教えてたことがあります。あのまあそれはちょっと大学の,あの僕が勤めてた大学の付属高校で、まあ、結構いろんな事情が、ね、ある生徒がいたんですけどまあそこでねいろいろ生徒ともお話ししたんですけど、まあ、根本はあんまり変わらないっていうかねやっぱりたまたまそうなっちゃったとか。 性格とかねまあ病死とかそ,そんなのも割と普通でなんであまりにも耐えられなかったら天候、まあ、などもしこれを見ている親御さんや生徒さんとか関係者がいて学,もう学校嫌いだって困ってんだったら転校をしていいと思いますあの、まあ、今回の漫才あの万引きとはまた関係ないんですけど、まあ、ちょっとあのいろいろ思ったことがあったので投稿しましたそれでは行ってらっしゃい